皆さんおはようございます。衆議院の原口和弘です。朝のご挨拶 A 男の5分クッキングです。ゴンちゃんおはようございます。これはゴンタっていうですねぬいぐるみです。子供が買ってくれたやつです。お父さん一人で寂しいでしょっていうことでですね。で今日は昨日の続き、昨日作った卵焼きを入れて、そして佐賀さんのキャベツ、こうコンソメスープむっちゃうまかですばい。ちょっととんがら、とんがらしじゃない、胡椒入れすぎた。そして佐賀さんのオレンジ、そして昨日買い物に行くのを忘れとったということで、今日はシリアルなんですけど、佐賀さんの牛乳にじゃん、なんでしょう、そうです、竹下製菓のブラックモンブラン。よかろう、日曜ぐらいってなると今日は休みやけんな。で、私は休みではないですが、ブラックモンブラン、ちょっとかじってみましょう。うわっ、このクランチが何とも言えない、本当はね砂糖とかチョコレートとかダメなんだけど、まあたまにはいいでしょう。ということでね、こういう日もありますわ、こういう日も。ということでいただきます。これいちごミルク、やっぱりね佐賀のほのかにはまあもう生の何にもつけないで美味しいんですけど、私いちごミルクが大好きなのでいちごミルクでございます。ではこの後お客さんです。ごきげんよう。